か。ちょっと行ってみるか。よくわけのわかんないところで危ない危ない滑んじゃねえがいやー今撮れてんな。いやー焦ったいやー焦ったわ滑んじゃねえかなーと思ったら本当に滑ったわ。この足跡、猫ですね。この足跡、猫じゃないですね。なんかいますね。あ、ちょっと待って。結構でかい。なんかイノシシとかね。そういうのがいるんでしょうね。多分。早くコーヒー飲んで帰ろう。もう一体何をしに来たのか分かんねえな。よし、じゃあ、俺はもうここで。わけのわからないここでコーヒーを入れるよ。じゃあよいしょ。まあよくわかんないんだけど、まあ結構場所的にいいんでここにしました。はい。普通さ、こういうコーヒーツーリングってあんの？ないよね。うん。斬新です。はい、というわけで、じゃあちょっと俺のコーヒーの道具をですね、ちょっと皆さんにお見せしたいと思います。まずこれ、コーヒー引くやつ、ミルですね。でこれはハンドルがあります。ハンドル、コーヒー引いて持ってくればよかった。こうなります。火を起こすやつ、火を起こすやつっていうか、ストーブっていうの、こういうの。はい、とガス。まあこれちょうど使ってあって、
中身あんまり入ってないですけど、これをこうだね。そして次コップ、これスターバックスの中汚い、でポット、これは普通に家で使ってるやつ、中にフィルター入れてたんだ。おう、どれぐらいついてるのかわかんねえ。1杯分だからな、こんなもんでいいだろ。そして蓋を閉めます。うん。そしてその間に豆を引きます。豆はこれですね。はい、うん、これをだいたい1杯分なんで、ちょっと入れすぎかなぐらいで、あれ蓋、うん、なんかね、甘いお菓子みたいな匂いがしますよ。引いていきます。いや、藤岡弘の気分だね。さすがに藤岡弘はこういうところでやんないよね。美味しくの美味しくなる、やんねえ。よいしょ、はい、はあ、よし、来ました。一旦ね、少し入れます。これ俺の入れ方なんで、多分ね、普通の人は入れないやり方だね。ちょっと回します。そして。あれ、まだちょっと蒸らしが足りなかったかな、ちょっと焦ってっかな。俺はなんだろう、俗に言うコインドリップ、俗に言うの分かんないけど、こうね、なるべく細かくじゃないか、なるべく細く真ん中に、なるべく真ん中に、ちょっとね、多分ね、今ね多少焦ってるから、うん、はあ、普通に民家があるしさ、こんなとこでこんなことする人いないよね。もうちょっと景色がいいとこ行くよ、普通。もし皆さん、コーヒー通に行きたい方は、景色がいいところを事前にリサーチしてから行ってください。
まあ普通そうなんだよね。ちょっとなんだろうな、豆が調子悪いのかな、なんだろう、俺か、俺だな。うん、形から入るくせにこだわんないから、とりあえずこれでうまいんじゃねっつってやっちゃうから、よし、うん、まあこんな感じですね。でね、どうなんでしょう、最後はね、最後まで入れないの、どうしてもね、あのえぐみが移っちゃうので、なるべくね、あの最後までやらないっていう。どうしようこれ、はい、ちょっと薄くなったかな、ちょっと多いな、でもうまい。ああ、俺あの味が分かんない男なんで、何でもうまいんです。うん、何でもうまいし、いや結構得ですね。はあ。今回分かったのはね、俺はこういうことをする柄じゃない。元も子もねえな。はあ、よし帰ろう。というわけでね、はい、第1回目のコーヒー通話、まあこんな感じだったというところですかね。うん、まあね、あの見ていただいた方はまあそこまで面白くはないんじゃないかなと思いますけどまああの見ていただいてありがとうございました。はい、まあもしあのコーヒーツーリングやりたいという方がおられたらですね、ぜひやってみてください。うん、多分楽しいと思いますし、まあ自分のね思った通りにできるかどうかは分かんないですけど、うん、まあやるからにはある程度ね場所を決めて、うん、やった方がいいと思います。はい、俺は次はあれだな、あのちゃんとしたキャンプ場で場所借りてやろう。うん、まあキャンプ道具ね一式持っていけたらいいかなと思います。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録などもしていただければ、励みになりますのでよろしくお願いいたします。はい、それじゃあまた次はもうちょっと考えます